どうも山野です。お願いします。さあ懺悔の時間ですゼリアフ新薬さんが示しているエビデンスっていうのは人での実験ではなくマウスを対象にした実験しか示してないんですよね。確かに CM はそれっぽくやってます。それっぽくやってるけれども一言も言ってないですね、うん、これは素晴らしい。酒飲み特に男性の方は、レバーやめといた方がいいんじゃねというふうにさえ言われてます。はい、これなんでかというと最近ね、私自分の過去動画に対してケチをつけるっていうことをテーマにちょっと論文をね漁ったりとか、まあ文献見たりとか本見たりとかしてるわけですよ。要するにその自分が今まで発信してた情報とか、あとはドラッグストア時代に学んでいた身につけていた知識って本当に正しいの、ちゃんとエビデンスベースで合ってんのっていうことを調べてるんですよ、うん、でそれに基づいて自分の動画を過去に出した動画をチェックしているとですね、やっぱりね何本かね修正訂正覆さなきゃいけないものっていうのが、やっぱりいくつか出てきてます。はい、何の話をするかというと、ヘパリーゼとウコンの力、前回ね前回っても結構前ですけども1年ぐらい前ですけど出した動画で私比べてるんですよ。ヘパとウコンってどっちがいいの、ヘパリーゼとウコンの力ってどっちがいいのっていう動画を出したんですよ。それに対して私ね動画の中でこう言ってます。医薬品という意味ではウコンの力よりもヘパの方が効きますよと。でもそれは医薬品っていうちゃんとしたそのお薬の量、含有量が入ってるから、お薬っていう医薬品っていう免許がついてるからヘパの方が効くよっていう話をしたんですよね。でもだからといって全員が全員ヘパじゃないよと。それはどっちが合うのかっていう意味で言うと人によりますっていう言い方をしました。はい、まあ我ながらうまいこと、言い回ししてお伝えしたらっていうふうに思ったりはしますけれどもこの知識ってね、まあぶっちゃけ言うとあまりこうエビデンスベースじゃなかったんですよ。私ドラッグストアで、学んでいた知識をそのまんま話した動画なんですよね。はい、じゃあこれを私はそもそもほんまにじゃあ聞くのかどうなのかっていうことをエビデンスを改めて、調べ直しました。はい、で改めて調べ直した結果出てきた答えとしてはもう結論から言って、お酒を目的としてヘパを飲むのは金の無駄ということが、分かりました。はい、それが分かりましたので、追加修正ということになりますかね。別に前回出した動画で間違ったことは別に言ってません。別に間違ったことは言ってないので削除することはなく置いときますけど、追加修正情報としてこの動画アップデート版として、ご覧になってください。はい、もう一回言いますね。お酒を目的としてヘパを買うのは金の無駄と、いうことを言っておきますと。はい、いうことです。はい。その理由を3つに分けて説明しますね。はい。3つに分けてその理由を説明します。まず理由1、エビデンス不足です。さっきも言いました。エビデンス調べてきましたよっていう話しましたけど、エビデンス不足でした。ゼリアフ新薬さんが示しているエビデンスっていうのは、人での実験ではなく、マウスを対象にした実験しか示してないんですよね。で、この、科学の、研究の世界でいう、マウスの実験、つまり動物実験ですよね。動物実験ってね、信用度って言ったら上から3番目ぐらいなんですよ。3、4番目ぐらいなんですよね。だから、エビデンスとしてはそんなに大したエビデンスではないんです、実はね。はい。で、しかも、マウス実験よりもさらにその投与した量に問題があるんですよね。その実験の中身ってことです。量で言うと、一換算で言うとですよ。いいですか？一換算で言うと、ヘパリーゼ約700本分、を投与した結果、効果を示したと。要するに、我々がお酒を目的に、ヘパを飲もうと思ったら、ね、700本分のヘパを飲まないと、意味がないってことなんですよ。わかります？それがゼリア新薬が、参考文献として示している論文エビデンスなんですよね。はい。皆さん700本もヘパ飲みます？っていう話ですよ。はい。これを、じゃあエビデンス足りてんの？っていう話です。はい。エビデンス不足としか言いようがないよねっていう話です。はい。ただもし私が調べきれてなくって、その他に新しい研究が出ていてっていう場合はご容赦願います。はい。そういう場合は教えてください。はい。私ぜひ勉強したいです。はい。私が調べる限りは出てきませんでしたので。はい。ということで、理由一つ目がエビデンス不足です。はい。次。理由の二つ目。そもそも、その、ゼリア新薬さん、お酒にとは一言も言ってません。
面白いですよ。ちゃんとね、皆さんね、見てみましょう。メーカーのホームページ、商品自体、どこ見ても、お酒対策にとか、アルコールの分解になんてことは、一言も書いてません。いいですか？もう一回言いますよ。一言も書いてません。ちゃんと商品見てください。確かに CM は、それっぽくやってます。それっぽくやってるけれども、一言も言ってないですね。うん、これは素晴らしい。メーカーのやっぱそう、なんちゅうのかな。戦略というか、それにうまいことこう、先導されてるというか、うん、っていう感じですね。うん。結局は、栄養ドリンクみたいな感じしか書いてません。だから、これを飲むことによって、お酒に強くなります。お酒の分解が早まりますなんてことは一つも書いてません。肝臓の絵が書いてあって、肝臓の代謝機能を上げますよということようなことしか書いてません。なので、そこをそもそも我々が勘違いしているというような可能性が非常に高い商品です。はい。これが理由の二つ目です。はい。次、理由の三つ目。お酒イコールレバーという発想がそもそも間違ってますよということです。はい。まあ、これは直接、ヘパリーゼうんたらかんたらヘパリーゼどうこうのことではないんですが、一応やっぱ知識として、覚えておいてほしいんですけど、まずね、レバーを食べて肝臓が強くなるっていうことはありえません。はい。よく言いますよね、お酒を強くなるためにはなんかレバーを食べましょう、肝のものには肝のものみたいなこと言いますよね。はい。嘘です。意味がありません。はい。まあ、これ例えて言うんであれば、まあ、この業界でよく言う髪の毛食ったら髪の毛生えてくるわよ、そんなわけないよねっていうようなロジックと一緒です。はい。体に入ればただのアミノ酸ですから、はい。何の意味もないです。確かにレバー自体の栄養は素晴らしいです。それ自体は何の異論もないです。レバー自体は素晴らしい、食品ではありますが、レバー食っても肝臓が強くなることはありません。はい。これ絶対覚えておいてください。なんならですね、酒飲み、特に男性の方は、レバーやめといた方がいいんじゃねというふうにさえ言われてます。はい。これなんでかというと、レバーにたくさん含まれている鉄分がありますよね。レバーといえば鉄分ですよ。鉄分たくさん含まれてるんですけど、鉄分を過剰摂取することによって、肝臓に鉄が溜まって炎症が起きて肝硬変になったりとか、肝臓がんのリスクが上がったりするよねっていうことが確認されてるわけですよね。特に、男性っていうのは鉄分が不足しにくい性別なんですよね。女性は確かに月経があるので鉄分不足しがちですけど、男性って基本的には日頃の食生活で十分鉄足りてる人の方が多いよねっていうことが言われてるわけですよね。だから男性の方で貧血っていう別に症状とかでましてや診断が下ってない人が自主的に、お酒飲むからって言って日頃からレバーを必死こいて食べるっていうことは逆に意味がない、むしろ疾病のリスクが上がるんじゃねっていうことが、いろんな研究とか、病院の報告から上がっているということになります。はい。ということで以上3つの理由により、お酒目的のヘパは金の無駄ということになります。だからさっきも言いましたよね、肝臓のその、栄養ドリンク需要競争剤としてヘパを飲む分には問題ないけれども、お酒を目的としてヘパを買うのは、金の無駄になる可能性の方が高いと、私は買いませんということになります。はい。どうですか？意味わかります？そういうことです。はい。これが、懺悔の時間一つ目ですね。はい。面白いでしょ。こんな感じでちゃんと調べていくといろんな間違いとかおかしなことっていうのはたくさん出てきますね。ですので、皆さんも、まんま信用せずにしっかりと、情報を見極めましょう。はい。ということで、もう一個ですね。懺悔の時間もう一個。ヘパリーゼ、ヘパリーゼともう一個比べたウコンですね。はい。こっちも面白い、話が出てきたんで、次はその話をしていきますね。はい。次はウコンです。ウコン。ウコンはすごいです。それはもう、何の間違いもないです。寸分狂いなくウコンはすごいです。このクルクミンに対してですね、いろんな実験が行われていて、ウコンがアルコールでダメージを受けた脳の機能の回復をしてくれると、脳機能の回復までウコンがしてくれると、糖尿病のリスクも軽減するというような実験があったりします。すごいですよね。私がまとめた、覚えておくべきお酒の知識っていうものを5つ紹介をして動画を結ぼうかなと思います。お酒の耐性は決まります。はい。これ絶対覚えておいてください。